皆さんこんにちは、レクセン人講師の雲野です。さあ皆さん、いよいよあと1週間、司法書士試験まで、あと1週間を切っていると思います。皆さん、準備はいかがでしょうか。不安で不安で押しつぶされてしまいそうになっている、そういった受験生の方が、多くいらっしゃるんじゃないかと思います。ですが今までやってきたことぜひ思い出してください。どれだけ今まで、辛い思い、大変な思い、そしていろんなものを犠牲にしてきたか。でもういよいよ、7月7日それを吐き出すチャンスです。もうこれはデトックスですよ、デトックス。もう全部吐き出して、皆さんですね、もう晴れやかな顔で、私たち講師に報告をしていただきたいと思います。大丈夫です。今までやってきた自分を、自分が信じてあげなくてどうするんですか。これはですね、もう自分との戦い、誰かを倒しに行くんではなくて、自分で今まで学習してきたことを吐き出してくる、そのつもりで、自分を信じて頑張ってきてください。諦めてしまったらもうおしまいです。いいですか、最後の瞬間まで、やめてくださいの最後の瞬間まで戦ってきてください。そして私たちにですね、いい報告をしてくれることを、私は本当に皆さんに期待しております。さあ7月7日、皆さんですね、最大の、チャレンジだと思います。応援しています、いい報告をお待ちしています。